皆さんこんにちは、ダイダラです。スーパーマリオメーカー2やりましょうか。さてね、なんかねコメントで教えてもらったんですけど、キノピオに話しかけるとなんかもらえるみたいな、もらえる、作ってもらえるもんがまだあるみたいなんですよ。やってみましょう。こんにちはっす。ごきげんよう、マリオさん。ひょっとしてコイン余ってます？うん、余ってるけど、よろしければ1000枚でなんか作りましょうか。あー、お願いします。結構かかるね。そうこなくちゃ。では1000枚いただきます。いいよ。めっちゃ持っていくなこいつ。受けたまりました。じゃあ行ってみよう。え？ああ、なんかオブジェができた。できましたよ。素敵でしょ。素敵すぎて声も出ないようですね。のいいね、ドットのマリオ。まだ作れますので、コインが余ったら声かけてください。あ、もうこれはいいのかな？まあコイン余ってます。じゃあもうお願いします。1000枚単位かな、また。え、結構なくなるな。俺9999枚目標に頑張ってたんやけど。わあ、待って、これなんか一つのステージできるんじゃない？こうやっていくと。え、すごい。あ、ごめん、なんか今、飛ばしちゃった。倍のなんたらって言ったんだけど。また、いきり散らかしたキノピコがいたんだろうけど、ちょっと動画再生ストップして読んでください。はい。では、次です。3回目行きましょう。こいつ、マジ、いきり散らかすからな。さて、3つ目。うわ、ブロックが増えた。できましたよ。あの色作るの大変なんですよ。でも、しれっとやってのける私。もうお金ないよ。足りないけど、こんにちは。今夜余ってるようでしたら声かけてくださいよ。1000枚なんか作ります。ね、全然足んねえ。ちょっと見てみましょうか。あん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 、もうやることなくなったのか。あん、100枚で面白いダジャレでも言おうか。あ、え、何金取るの。いいよ、お願いします。あん、ありがとう。じゃあ行く。あん、土管が爆発した。土管、いや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 、え、ドカーンね、ボム兵だけにみたいな。アホが。なあこいつ、あの犬絶対許さんぞ。もう二度と使わんぞその機能。いや使いますけどね、一つ戻るですので。アンドゥ。はい、ではステージやっていきましょうか。今日は68からです。もうね、残ってるのは68から90までね。もうあと4ページしかありませんね。もう終わりかけです。頑張って進めていきましょうか。追って追われてマグナムキラー。いきまーす。ダハハハハ。この城はマグナムキラーに守らせることにしたのだ。ここをクリアできる者はいないか？いたら褒美を取らせよう。ただし、ワイダッシュしないとマグナムキラーからは逃げきれないぞ。で、いきましょう。クッパからの依頼ですね、これ。マグナムキラーか。くそ、さっき金使っちったからな。もったいねえぜ。よし。ほうほう、マグナムキラーがめっちゃおるね。スーパーマリオワールドのマグナムキラー踏めるよね、確か。さあ走っていきましょう。おお、やばい、逃げ切る系のステージだ。面白い。大丈夫大丈夫大丈夫、俺こういうの得意だから。で、えい、待って、あ、待って、やばい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 って、これやばしいんだって。くそ、これあれだね、一回でもぐだると、うわあ、おしまいな感じある。でも大丈夫大丈夫、俺ならできる、俺ならできる。え、なんでー。いや、皆さんもう分かりましたよ。これね、ジャンプで、レールをね、移動すると、逆にタイムロスになるので、走ってここは抜けると、かなり安定していけるっていう感じですから、ね、だからここもいい感じ。やべ、超余裕あんだけど。なあ。うぃーっす。10枚コインは諦めて、よし、いいぞ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 。あー、で、これ、罠だわな。よし。どうなってる？これいいのか？押さなくていいのか？え、取れないけどあれ。イエーイ！あ、今上行けた！最悪だあれ。50コイン取れたのか今の。終わりかな？まだあんの？まだあんの？まだあんの？まだ、ちょっと、危ない危ない危ない。嘘でしょそれ！ちょっと。なんだよこれ！びっくりするでしょ。いや、最後のこの、プレッシャーよ、マグナムキラー地獄の。面白いぞ、今のコース。ああいうのいいね。なんか、タイムアタック系では作ると面白いかも。というわけで見事攻略完了でした。どや。ふざ、1000枚届かないね。よし。今のお願いこんな感じです。まあ、今回は1000枚貯まっても貯めておこうか、まだ。壁キックマスターへの道。壁キックの練習用の高い高い絶壁を作ってみました。試しにどなたか連続壁キックでゴールしてみてくださいませんか。あ、壁キックなら壁にくっついて B ね、行ってみましょう。ウェイ。
さあ、壁キックで駆け上がれ。やってみましょうか。よし。マリオ U かな、これ。いくぜ。マリオ U はね、スピンジャンプがあるからね、好きなんですよ。スピンジャンプで、くるって、これね。くるって対空できるやつ。最近 3D ワールドもやって慣れてきたんですけど。ウェイ。これでも別に追われる強制スクロールじゃないから。ねえ、よいしょ。気にせず行こう。ラクのショウちゃん。おーおー。なになになにこれ、おいおいおい、これむずいやんけ。ふい、ふい、ふい。ちょっと待って、これ。むずくね？へい、へい、うん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 、へい、ふん、ちょっと待って、むずい。俺、リズム苦手やなって。リズムがないやって。いや、言ったわ、さすがやな、俺。あの10枚は諦めましょう。さあ、ここはノコギリオくんがいるとこですね。ノコギリオくんの、ね、猛攻を、もうご利用して抜けて。行きましょう。さすがですね、これ。何？マグナムじゃなくて、キラー出すとか、ノーマナーです、ではないですか？でもなんか、勢いでいけば全然と思ったけど、マグナムくんが上で待ってたね。危ねえ、マグナちゃん。マグナちゃん。マグナちゃん。あ、怖え。めっちゃおるやん、マグナくん。よーし、トスパーです。なんかない？この辺。やるね、俺。さあ、これでゴールね。ここもね、これだよ。壁キックで取りましょうみたいな。届かねえじゃん。よし。これでした。楽しかったね、今のコース。はあ、壁キックとあの、オンオフスイッチのあれ面白いね。カン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 っていうやつ。あれめっちゃしんどかったけど。よし。さあ、1000枚超えました。貯金です、皆さん、貯金。私、趣味貯金ですからね。嘘ですけど。つららの雨を駆け抜けて。子供たちのためにコースを作ったんだけど、こういうのはどうかな？幅跳び使ってゴールできるか？誰か試してくれよ。あ、幅跳びなら !Y ダッシュ中に R を押せばできるよ。って、OK。行きましょうか。Y ダッシュ中に R。これはあれですね。3D ワールドのステージだ。つららの雨を駆け抜けて。幅跳び使いまくるコースはね、めっちゃ面白い。俺、幅跳びマスターだから任してみんな。うーえーい！そうそう。壁が低いところでも、ええ感じにいけるっていうのが幅跳びの魅力。やべえ、楽しいここ。つるっと滑ってジャーンプ。ね、幅跳びか幅跳びじゃないかっていう見極めも大事って感じ。上行くか。ね、うわ、やべえ、俺、天才じゃん、このプレイング。待って、うわお、上すげえ。今のおもろいね。最後あいつがピョーンってジャンプしてくるみたいな。へえ、でもザクッと攻略完了でーす。やるじゃーん。よーし、うまくいきました。いやー、今のコースなんかサクッと終わってよかったね、だいぶ。コインもだいぶ稼げたし。オンオフスイッチでキノコを、ノコノコ運び。さあ、頭の体操の時間がやってきたぞ。オンオフスイッチを切り替えてうまくノコノコを運ぼう。君はゴールできるかな？俺ね、コース作りでね、頭使って攻略するギミック系、謎解き系コース作れる人って天才だと思うんだよね、マジで。マジでそう思う。ほら、出た、また。これも、のこのこ。のこのこ運ぶもんや、こうやって。で、こうやって運ぶもんやろ、これ。これくらいだってできるよ、俺でも。で、これでどうすんの、これで。ああ、鍵出てくるの。なるほどね。オッケーオッケーオッケー。落とさずに行けってことか。だから、同じような感じ、同じような感じ。わからん、わからん、わからん、わからん。だから、ここ。なんでお前そうなんだよ。ちゃんと折り切ったとこでやらないと、反転するんだ、これ。あー、オッケーオッケー、わかった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 。意味はわかった、意味はわかった。だから反転したところで、落とすと反転また向く。それを繰り返すんだね、ここ。こうだね。で、こうだ、よーし！ノコノコってそんな特性があったんだね。これ知らなかったな。おもろ。頭の体操できてるわ、俺今。脳トレの男大ダラです。脳ダラです、脳ダラ。これ無理じゃね？こうか？え？これは無理だよね、もう。とりあえず NG 台だら。うむ？とりあえず、すぐこうだ！また、もう一回。ほい。危ねえ。今、もう一回が抜けそうになった。連続に叩いてうまく調整するって感じ。いや、これ、ノートレ。早く行きまーす。何これ。落ちまーす。行きまーす。行きまーす。これ乗りできんじゃね？おい。待って。おお。おい！うめえ！よーし！
お尻バインバインしてんぞ、おめえ。終わりかな、まだあんの、まだでっけえやつ出てきた。なんだこいつ。え、落とすのここに。やっつけれんのかこれ。で落とす。ほい。うわ、ダメだ。あ、違う。あ、分かった分かった分かった。これ叩くんだ、俺が。俺が叩くんだ、これ。こうやって。ちょっと待って。これ、あ、もう何してますねん。何してまんねん、がんねん。がんねん、がんねんや、ほんま。任してがんねんや、ほんで、いくで。こうして、落として、乗っけて、待つ。待つんだよね、多分これ。待ってたら起き上がるでしょ。起き上がって、よーし、完璧のべきちゃんじゃねえか、これ。落とす、おいでやす。で、怖いから、ここで、ここな、ここ。俺は安全に行こうと、この間ら。くらえや、おら。あ、ビビった。跳ね返ってこない？大丈夫？怖いよ、俺ビビってるよ。よしよし。滑らしいね、これ。ダイダラくん。いや、面白かった、このコース。今の最後の謎解きとか、ねえ、俺よく解けたな。いや、自画自賛しちゃったね、ほんと。でもこれ、考えた人が一番すごいから。よし！で、分けてみると、これ完了でした。ウェーイ！素晴らしい！ 200 枚プラス！どうじゃ、キノコくん。で、一回で2000コインぐらい稼げてる、俺もしかして。ね、靴と雲の王国、行ってみましょう。お空に罠を敷き詰めたぞ。あとはゴールできるか、足す、え、試すだけ。でも時間ないや。なので、誰か代わりにゴールしてくれないか？靴クリボーの靴を履いたら、ブラックパックの上歩けるよっていうね。オッケー。靴を履くステージ。マリオ3かな、これは。行ってみます。マリオ3だ。靴と雲の王国。行ってきます。靴マリオはマジで好き。よし。来た来た、靴尾くん来た、靴尾くん。靴尾くん、靴いただきまーす。よし。さあ、靴履いていこう。マリオ3はね、マジおもろいから。なんだこやつ。これ取るよ、俺。俺取るよ、みんな。いけーよっしゃ、ちょれ。これも取るよー。だ、何枚か乗りないけど、いいや、これ。これで。これはこれでいいや。よし。めっちゃあるやん、君。いただきますね。これどうなってんの、これ。ん？ウェーウー。ウェーウー。コインもらった子。あ、1枚しか取れんかった。これ何これ、靴出てくるんじゃね、靴。やっぱ靴出てきた。無視しよう。よし。昔のドッスンはトゲついてるからね、乗れないんだよね。よし。あ、俺の靴が。どうしよう。これどうなんのこれ。ってすんの。あ、したら。落ちんだこれ。もう一回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 君もう一回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 じゃあねー、靴ないけど、これなんかコイン取れないパターン大丈夫？あ、出てきた、こんにちは。おお、君は誰だーい。あの上の上にある30コイン気になる。何あれ、欲しい。よし、ファイヤーじゃん。靴音なんかよくわかんないやつ。え、ハイヒール欲しい、俺。ハイヒール。ハイヒールもらって、かまへんか？イェーイ。ハイヒールは、なんと、えい！え？ドーン！あれ？あ、いけたいけた。下押せば踏めるんだ。オッケーオッケー。おほほほほほ。おほほほほほ。こっちでしょ、多分。おほほほほ。ほらほらほら、上。30コインのとこだね、これ。おほほほ。イェーイ、30コイン。金は必要だからな、みんな。いいね、この、ハイヒール大だら。なんやねん、ほんま。よいしょ。これ取っとくか、3コインも。よし。えらい！おおほほほ。やっつけれんの？やっつけれんの？すげえ！なんでもありじゃん。いくぜ。おおほほほ。やべ、93枚も、ねえ、追加報酬あるで、これ。おいしい。どや、キノコくん、今日も俺頑張ったやろ。イエーイ、さあ、1902枚。うん、1回、あと、もう1回やれば2回追加でお願いできるね。さあ、降り注ぐバブルのお城、行ってみましょうか。俺がかつて行った場所の一つを作ってみた。そこはただただ熱く、ひたすらバブルが降ってくる城。ベッドコーラをかぶり、生きて帰ることができるか？行ってみましょう。空からバブル降ってくるから、ベッドかぶってなんとかしようってとこね。
結構簡単そうじゃん。降り注ぐバブルのお城。ここの探検家の人です。よろしく。むむ。うわ、めっちゃ降ってくる。メット、メット、メット、メット。メットくれ、メット。メット早く降ってきて。メット。メット、メット、メット。あおいえい。待って待って待って。でも、バブルくん、コインついてんじゃん。コイン回収したい病やから、俺。イェイ、ありがとうございます。もうないコイン。羽バブじゃんや、羽バブ。え、メットなくね？早く、メット早く。え、これ、むず、間抜けるしかないやん。おお、何このレーン。バブル来たよん、来たよん、来たやん、来たよん。こっち飛んでくるやろ、こいつ。おお、泳いできましたね。さよなら。メット早く。メットはバブー。何これ。ファイヤー、ファイヤーバブ、バブバブ。なんもないの。メットくれよ。クソ取れんかった、あれ。あれ欲しいな。えい、よし。あ、メット降ってきた。やった。やっとだぜ、みんな。これで下からの攻撃はノーダメです。はい、ザコ、はい、ザコ、ザコ。はい、ザコ。はい、はい、ザコ、ザコ。気持ちいい。はい、ザコ。おお、ぶやぶやぶや、横やら当たるとダメなの。早いのやめて。あー、もう楽だったやんけ、もう。何これ、何これ、何これ。何、ちょっと待って、俺10コイン欲しい言ってるじゃん。欲しいからもらうね。えぐい、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 これ。よし、かぶらせて。おう、ジュゲさん。ジュゲさん。こんにちは。おい、バーブル投げるのはよくないな、それは。それよくないよ。それよくない。だいぶよくないよ、それ。ねえ。ほら。ほら。あ、俺もやられた。ちょ、待って。ジュゲさん。ジュゲさん、その雲。雲さん。ジュゲさんの雲さん。星さん。よし。お前のことやぞ。あ、ちょ、待って。危ない、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 危ない。危ない、危ない、危ない。めっちゃコインあるやん、ここ。ごちそうさまでーす。10枚だけ？よし。ってことで、見事、これお金でした。100枚も追加コインもらったで。いや、でもメットかぶるステージは上からやっぱなんか降ってくるものが多いって思ったけど、後半からだったね。最初は下からで、なかなかやらしいコースでした。コインたくさんありがとうございます。よーし。めっちゃ今日攻略してない俺ステージ。やばない？ペースやばいわ、ほんま。さあ、ゲスト花火10連発行ってみましょうか。10発じゃないです。10連発です。16の弱い星にゲストを置きました。その数10体？すべて倒してからゴールしてください。B を押しながら敵を踏むと、スーパージャンプができる方でお願いします。OK。重力が低い星のゲスト。苦手だ。ギャラクシーステージ。さあ、スーパーマリオワールドステージです。行きましょう。ゲスト10体倒せ。B 長押しね。B 長押し。うわーうわー、マントマンじゃん、トゥルル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 ルって。これ好き。え、なんでめっちゃ簡単じゃん、こんな。はい。おいでやすー。はい、トゥルル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 ル。はい。はい、トゥルル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 。3体もやっつけた、今。まとめて踏んじゃったかな？悪いね。トゥルル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 。はい、トゥルル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 。まだまだ行くよー。はい、トゥルルルルルル。あと1体だけー。よーし、さあ、これでゴールできる。めっちゃ簡単やだな。さあ、コインも回収して。オッケー！なんで、危なあそこ。あ、足が、足の裏が、効く。ヨッシーじゃないのにね。マリオ、実は棘の上平気やった。ね、演技か、いつも。お前、いつも大変な顔してたのに。あおイエーイとか言ったのに。そんな言ってねえか。よし。じゃあ、皆さん、今回ここまでにしましょうか。コイン2000枚貯まったんですけど、それは次回の冒頭でまたやろうと思います。ね。こいつはもうクソ犬なので、もう絶対許しません。はい。なんとかこのね、オブジェクト、最後まで完成目指していきましょう。それでは、ご視聴ありがとうございました。おすぽよです。じゃあの。